お兄ちゃん、散歩行くよ。今日は親父からもらったブカブカの服で散歩行きます。ちょっとブカブカ感わかるかな？これぐらいブカブカです。尻尾も出ない。あったかいからね、これ。よし、行こう。はい、お兄ちゃん。これね、尻尾が変な位置に曲がってるの、これ寒さじゃなかったですね。まあ、寒さもあるかもしれないんですけど、視聴者さんには教えておりました。結局ね、服の付け根がかぶってるのが気持ち悪いみたいので取ってあげます。ここでこれだったらいい、ゆみちゃん、これで、ほい、戻った、ほい、走ってみよう。はい、戻りました。それでもちょっとねじ曲がっちゃうな、正面から見ると。おっとっとっと。まあちょっとぐらいいや。やっぱりどけてあげよう。もう一ロールさせて、ゆみちゃん、待って。ここをもう一ロール。これでどうですか。よいしょ。はい、治ったかな。OK。では、夜の散歩行ってきます。今日はいつもより寒くなくていいですね。最後走ろう。最後走って帰ります。帰ったらご飯、ご飯食べる。ご飯いる、ひーちゃん、ひーちゃん、よし、ご飯食べに行くよ。ご飯ご飯ご飯、よし、帰ります。はい、ひーちゃん帰り、よいしょ。服結構まくったね、これ。ご飯食べる、おいで、あっち。はい、みーちゃん、では足を洗って手洗って服脱がしてご飯です。ご飯で食べる、ご飯食べる。さあ、よいしょ。赤ちゃん用尻拭きでみーちゃんを拭きます。よし、はい、待ってね。後ろ足がピクピク動いてる。何ですかこれ。ね。早起きて。よいしょ。はい、次はこれを脱いでハーネス取ったらおしまいだよ。はい。食べる？はい。オッケー。よし。すっきりした。じゃあご飯食べようか。はい、みーちゃん、ご飯の時間です。ご飯をね、作ってる間にくる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 ずっと回るんで、座れ。じゃあ座れば、はい、伏せ。はい、待ってね。ここで待たしておくっていうのがいいってことでしたね、トレーナーさんに聞いたら。みーちゃん座れ。はい、待てよ。座れ、伏せ。はい、みーちゃん場所移動してました。さあ、ご飯できたよ。よいしょ。この回るのはね、あんまり興奮してるときは良くないみたいなんで、やっぱり待て。よし。はい、で今日のご飯もこの関節ケアの粉を振りかけてます。これなんていう商品名ですかって結構聞かれたんで言っておくと、明日も走ろっていう商品名です。これを3ヶ月間ぐらい続けて、ゆみちゃんもやっぱ足腰緩いんでね、お座りしてもなんか足がふにゃんって最近なんかくたってるような感じがするんで、ちょっとしっかりと、まあ、筋肉もつけながら足腰もしっかり機能できるように、であと僕階段の上り下りとかもね一緒にしてたんですけど、そういうとこもやめさせて、まあ、足腰のいい環境っていうのを整えながらしっかりやっていこうかなと思います。食べろ食べろ、ふみちゃんいっぱい運動したからね。食え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 、おいしい、おいしいの。粉もね、舐めてくれるんです、喜んで。だから早食い防止にもなってますね。ご飯食べながら粉も舐めながら、はい、いただいてください。はい、今棚を切っております。この黒い棚はここ引っ越してきた時に後輩くんと一緒に作ったんですよ。2日ぐらいかけてね、茶色い木から切っていって、で黒に塗って、隙間にどん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 細いやつをね入れていって、この突っ張りの何て言うんだこういうやつね、ここに固定してたんですけどね、これともおさらばな時が来ました。で、あの絵も捨てます。これだけ置いてるっていう状況ですね。もう一新しますね、気分も。で、今自ら作った棚を自ら破壊してます。
それを切らないとどうやら捨てないみたいなんで、ゴミ袋では切ってます。ありがとうございました。こういう例でした。こういう例だったんですけどね。これをとうとう捨てます。はい、片付けも終わって小林くんと深夜のラーメンに行ってます。で、部活して解散しようと思います。開いてないね。これっぽいですね。ああ、開いてなかった。中行くか。そうですね。はい、ラーメン空いてなかったんで、あ、コンビニと中はどっちがいい？あ、どっちもね。どっちか行って帰ります。結局中を行って帰りました。さあ、ミミちゃん何してるかな？じゃん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 。なんでそこで立ってんの。寝てたね。寝てたね、ゆいちゃん。はい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 、よいしょ。はい、ただいま。ゴミ袋買ってきた。てやろうね。眠たそう。今日はお眠かな。眠たい。なんか顔汚れてるし、お手入れしようか。よいしょ。はい、おいで、おいで、おいで、はい、座ってください。何個。新しい色の家どうかな。皆さんどうですか。床の色とか変わって色も若干変わると思うんですけど、映像の雰囲気とかも。待って、いいじゃん。待って、あ、どこ行った。まあいいでしょう。はい、おやついるの。ふみちゃんブラッシング終わったからおやついるの。はい、うん、座って。よし、よし、はい、はい、おり。何してんの。寝てんの。布団に隠れてるんです。眠たそう。こんにちは。眠たいね。おやすみなさい。そっとしとってあげます。さあ、部屋改造中。ラグが届きました。ちょっとね、ガーリーすぎるかな。まだカーテンが黒いからダサいけど、みゆちゃんのこのケージ周りもちょっと変わってます。何してんの。僕ら遊ばないで。グリーン、うわ、ラグ気持ちいいね。新品は。ほい、はい、現在こんな感じ。はい、結局ふみちゃんカーテンの裾でチュッパチュッパしないでよ。今回は既製品買いましたね。いつもオーダーなんですけど、既製品で無理やりちょっと急いで買ったんで竹も合ってない。こっちの黒いやつは封印です。これ合ってたんですけどね。でこっち側に置きました。
今後登録者数が1人増えるごとに15円の寄付っていうのをさせていただこうと思います。チャンネル登録ボタンのワンクリックっていうのが直接寄付につながると思って登録していただけたら僕も嬉しいですし、区切りのいいタイミングでちゃんと見えるようにしていきますのでよろしくお願いします。